北工事北工事2月15日から1934年3月11日は、日本の低審官僚、唐太町長官、衆議院議員。大阪府北川地群門間村出身。1902年7月、東京法学院英語法学科を卒業後、同院高等法学科で国際法を専攻し、1904年4月に卒業した。 1903年11月、文官高等試験行政科試験に合格し、1904年7月、定心省に入省し、経理局検査課課検査係事務取扱いに就任。通信事務官、定心書機関、経理局検査課長、県経理局長土課長、県電信東大用品製造所長、通信副事務官、新潟郵便局長、東京中央電話局長。 東部停進局経理部長などを歴任。1918年3月から1年間、通信事業研究のためアメリカ・イギリスに留学した。1919年8月に帰国し、停震省臨時調査局事務官、県停震監察官を務めた。1919年11月、台湾総督秘書官、県台湾総督府参事官に転じた。百二十二年から、 同職産局長を1924年から台南州知事を務めた。1927年からカラフト町長官に転じ、1929年まで在任した。1930年、第17回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。1932年の第18回衆議院議員総選挙でも再選されたが、 1934年3月11日に議員在職のまま死去した。ありがとうございます。